チャオ、あっちゃんです。今日は7月15日、あっちゃん家の晩ご飯。今日もね、何しようか迷ってんねんけど、まあね、いろいろみんなから送ってくれたものもあるし、なんかでちょっといろいろザクッと食べたいと思ってます。で、今回火を使う料理がないんで、味噌汁作りたいと思います。はい、今回、じゃがいもの、じゃがいもとわかめの味噌汁しようかなと思うねんけども、あれ、水と4杯のめんつゆ、それで煮立てて、わかめを入れて味噌汁にしようと思ってます。ということで ちょっとねコメントで教えてくれたのが、煮物とか煮込み中の時の待ってる時間にコンロ拭いたらいいよっていう教えてくれたから拭いちゃおう。そこまであっちゃうね、思いつかへんかった。ね、火使ってる時ってさ、熱あるから拭いたらいいもんね、取れやすいもんね。教えてくれてありがとうね。でね、今日さ、お茶こぼしたろ。お茶はカテキンやからええもんね。こっちの本のほんまね、もう捨てるからね。いろいろね、なっちゃんもね、みんな言い訳言われてさ、まあ言い訳っちゃ言い訳なんかもわからへんし、みきちゃんがね、夢に出てってお告げしてくれたんも、深層心理片付けないとダメだねーって思いながら、手がね、つけられてないところがあったから、それで自分がそういう夢見せたんかもわからへんねんけど、何もわからへんねんけど、ね、で、気づかされたか、まあみきちゃん気づかされたか、まあそれが深層心理、あっちゃんの心理なんやろなって思ったけど、それ以上にね、いろいろ考えてたんよ。今日ね、なんで片付けられへんのかなって考えたら、ガスコンロの油よりなんで拭けへんのやろって思って、そういう考えたらさ、もうガスコンロこれ捨てるやつやねんね、ペコペコやし、こっちのごとく折れちゃってるし、でもこっちもね、この前フライパン落としたぐらいごとく歪んでるから、もう変えんとあかんのよ。だから変えるため、もうすぐ変えんのに、なんでこんなものガス汚れしゃ、掃除しゃなあかんのかなっていう気持ちもあったんかもわかんない。でも長年ね、あっちゃん家で活躍 してくれたガスコンロやし、来たね、だから余計にね、愛情込めてね、捨ててあげやんとね、お掃除して捨ててあげやんとかわいそうやもんね。気づかしてくれたよみんなが。家電も拭いて、これあれかな、なんとかマジックリン買うときは取れへんか、あ、取れる、熱っ、湯気でやけどするよ。あとでしようか、ここは。ということでね、こんな感じで片付けしようと思います。はい、まあね、お料理動画でこんなことぐだぐだ言ってんのもねあれやねんけど、でも今日はね、ちょっとね、家族と一緒に食べるから、食べる動画をどうしようか迷って、まあ光とか亮が、いや撮りたいっていうのやっぱ撮るし、今迷ってます。はい、あとこっちの方もね、はよ片付けたいけど、まあ今ちょっとお料理動画で見せんのもちょっと小汚すぎてね、ちょっとはばかられるんで、今はとりあえずここのところで煮立ってきたし、そろそろね、わかめの準備をしましょう。で、味噌溶かしていきますね。もう一つ理由がね、思い浮かんだっていうかね、なんで片付けられへんのかって、みきちゃんがまあ夢で教えてくれたことも、まあ、その原因の一つやねんけどもね、他の理由もまあいろいろあるやろうってちょっと考えてみてたんよ今日。今日ほんまね、みっちゃんの話あって、お昼からお片付けしようと思ったらね、グラスで手切ったんよ、指ね。痛くてさ、もう片付ける気力一気に失せちゃってさ、まあ、とりあえず、ちょっとだけ片付けようと思って、ちょっと物を捨ててんけどね、結構血がドバってたから、痛かったけど、それだけで、片付ける理由がね、それだけ違って、片付けられへん理由。実はね、動画でいつもね、話したらね、怒られるんよ。怒られて、結構なんだかんだ言われるから、最近ちょっと話もしてなかったんやけどね、弟があっちゃんをこの家から追い出そうとしてんのよ。だからね、まだわかんない、あっちゃんも弟ともっとね詰めてお話がしたいから、出来上がっちゃったよ。まあ一応話だけしとこうか。なんていうのかな、やっぱりね、家は出ていく気もないし、弟ともっと話詰めたい。
で、どうしても物分かりになった、裁判になった、仕方ないけど、弟とね、ちょっと分かり合えるまで話がしたいんよ。だからそれまでは家出ていく気もないねんけどもね、もし仮に、ね、出て行かそうとして、出て行かされる家片付けるのは臭いなと思って、片付ける気にもならへんだっていうのも正直な話なんやと思うわ。自分でもね、よく分からへんのよ、ほんま正直なとこね。で、いろいろ今日考えてみてたんよ、お片付けに対してなんでせえへんのかなって。じゃあ出ていくときに、なんていうのかな、出ていく気がないから片付けへんのか、ね、まあ、みきちゃんのね、遺品整理せえへんのとはまた別の話になると思うけど、こういうね、油汚れが汚いとか、もうゴミだらけっていうのね、ゴミをなんで捨てられへんのか、やっぱり出て行かされる家片付けるの青臭いっていうのもあったんかもわかんない。でもようよう考えたら、ここは実家やもんね。出て行かされても戻ってくるとこはここやねんから。それにね、長い間住ましてもらった家やから、綺麗に片付けてあげるのがやっぱり筋やって思うわ。みんなに気づかされたいし、自分でやっぱりいろいろ考えて、思った結果でした。まあそんな話どうでもいいねんけどね、今日はお料理の動画でついつい話してしもうたから、最後まで話したくなっちゃって言っちゃったけども、というところでね、今日ちょっと晩ご飯これでサクッと食べたいんで、準備したいと思います。はい、きゅうり、お父ちゃんにもらったでっかいきゅうり1/3ぐらいでいいか。キュウリはね、子供食べるから、結構塩キュウで食べるの好きやから、塩キュウかマヨキュウで食べるのが好きやから、これで、いつもみたいにね、普通にサラダに作っちゃうとね、食べへん時があるのよ。だからまあスナック感覚で食べられるように食べてあげたら食べてくれるかなと。今日の晩御飯完成、あ、じゃない、これ
リのしば漬け、これを切りましょう。ちょっと洗いに切る。これちょっと結構洗い目でしば漬けをこう歯ごたえよく食べるのは好きやねんけど、うちのばあちゃんはすごいこれ細かく切んのよ。こうやって細かく切ってるんで、それも細かいにドバッと乗せてくれるのが美味しいんよね。はい、リカちゃんが送ってくれたイカの赤作りで一緒に食べたいと思います。ではこれで晩ご飯にしましょう。はい、では、食べたいと思います。雪くんよ、まず。うん、よーし、なんなんやってもやっぱりね、美味しいご飯は幸せです。はい、で今日はね、リカちゃんがくれたイカの赤作りをいただきたいと思います。加賀屋の、あれ、あ、いた。あ、美味しそう。塩辛、うん、美味しそう。塩辛ね、あっちゃんも好きやけど、ヒカルも好きやね。ヨウも好きやな、塩辛な。そういえば塩辛家で作んねんけどもね、置いといたら食べ、どうどう、うん、おいしい、うわ、最高や。笹かま、サチエさんが送ってくれた笹かも、みんなありがとうね。うん、美味しい。なんかもらい物尽くしやな。あのお友達が送ってくれたじゃがいもの味噌汁、わかめは味がなかった。うん、美味しい。じゃがいもの味噌汁ね、これも大好きなんよ。うん、俺もさ、俺もさ好きやからでさ、お父ちゃんにもらったキウイ、もらいもん尽くしや。あっちゃんが買ってきたしば漬け、8本30円で買ってきた見切りの人参。うん、美味しい、美味しい。うん、美味しいな。おかわり、おかわりいいの。おかわり欲しいな。うん、塩辛欲しすぎんやろ。塩辛大好きやからな。おかわり、味噌汁もおかわり。欲しいねやろ。よいしょ。
か芋が欲しくて。じゃがいもいっぱいあるやん。ないあるよ。ないやそこは。じゃがいも欲しいの。じゃがいもが欲しいって思ってもうちょっとじゃがいも入れたかったかな。1個入れたら結構いっぱいあったから入れへんかったんやけど、それぐらいじゃがいもが好きなうちの子。大地の恵みはいいことだと思うしね。今日からはご飯が進むね。今日からってさ、イカの旨味も加わってるし、ご飯の甘みも倍増されるんよね。うん、すごい破壊力すごい。パンチあるわ。やっぱ美味しいわ。まだカレー欲しい。欲しくなっちゃうのにちょっとだけあげた。食べ盛りやからね、やっぱり子供ちゃんは優先で食べさせてあげると。食うようなお味噌汁になっちゃった。うん、しかった。あとはゆっくりキュウリとか人参つまんで、今日は金曜日です。テレビでも見ましょうかね。うん、ということで、今日のあっちゃんちゃん晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。でもね、一緒に食べてくれてありがとうね。ではまたね、バイバイ。